罪深き男よ。さあ、懺悔なさい。私ね、今瞳中途を抜けているの。たくさんの人を陥れて私腹を肥やした悪いやつよ。この男のために私は愛した人さえその手にかけた。次に自分自身もだけれど死ぬことはできなかった。復讐の家にも火をつけたわ。どちらか選びなさい。逃げを打ち抜かれるか、この豪華の中燃え尽きるかを。ねえ母さん、どんな悪党にも食材のチャンスは与えるべきでしょう。だからね私、彼に恋だの、あなたの財産も手を出しなさい。全てを奪った人に返せば命がけなら助けてあげる。彼は答えは私の財産、貴様なんぞには決して渡さない。どうしようもないクズね、やっぱり懺悔なさい。あのエンプファイナスがあったこと、よく見覚え聞いた悪徳罪犯かる。ねえ母さん、あなたは私を女で一つで育ててくれた。生まれた夜は森の太陽で、君の顔など知らなかった。ねえ母さん、父さんはもうダメみたいだよ。狂うているよ。人形は姉さんだと思い込んでいる。昼はもうとっくに暗い海底沈んでいった。もう娘はこの私一人だけなのに。ねえ父さん、私を見てよ。私の子供見てよ。ヘロー、エンクファイルプライマイファーザー、この白髪も閉じめ悪徳裁判官。罪深き男よ、さあ懺悔なさい。